皆さんこんにちは、リョニーの教室です。今日はね、ブロッコリーの第2弾で、今日はブロッコリーをね、ソースに使います。なんかこのスーパーで魚見に行ったら美味しそうなね、サワラがありましたんで、今日はサワラをね使います。サワラは魚編にね、春と書いてですね、やっぱり今頃がちょうど結構美味しいんですね。まあ、だいたい冬から今ぐらいやかな。まあ、これを今日皮面だけしっかり焼いてですね、結構鮮度がいいんで、中はちょっとこうレア気味にこう焼きます。それで、ブロッコリーと今日はしらすをね入れて、ブロッコリーとしらすのソースで、料理に仕上げます。さあ、それでは材料をね紹介します。今日はサワラ、今日はね高島屋さんだったから、すごくなんか すごいサワラなんです。これこういうふうにこうくっついて、切り身で売ってました。で今日はこの、2つに切ってですね、ちょっとこう 歯をねこう歯をこう入れてます。皮がねこう そらないですね。で背中の方もちょっとね、こうやって刃を入れてます。でこれにまず塩コショウして、焼いていきますね。まあ、これテフロンですから、もう今入れてもねくっつきませんけど、まあ普通フライパンはある程度温めてから入れないとくっついてしまうんですね。でテフロンですから、今日は直にもうこういうふうにのっけてね、そのまま焼きます。途中で、まあ、皮がねもし縮まるようでしたら、まあ、押さえつけてね。でこのままだいたい15分ぐらいかな、もうほとんど皮面だけでね焼きます。ソースをね作っていきます。でソースの材料は今日はこのブロッコリーね、ブロッコリーはねもうさっとこう入れてます。でこれを刻みますね。それからニンニク、それからまあこれは干し貝柱をちょっとこう潰してですね、熱湯をちょっとかけたもんです。それにしらすと、それからこれは大半ごま油ね。で最後仕上がりにもちょっとごま油を少し使います。味付けは塩コショウ、それに醤油少し、それからナンプラーが少しですね、それからカイムペッパーですね、まあ、一味唐辛子ですね、これが入ります。まあ、上の方はもうなんとか粗くね。粗いね、みじん切りにします。
このブロッコリーをね、さっとね、もう、茹でただけです。鍋に最後ごま油が入りました。はい、もうちょっと入ります。最後ごま油はこういう油ですね。もう我が家ではもう絶対になくてはならない油です。で、今ニンニクのみじん切りが入りました。薄くきつね色にねします。薄くこうきつね色になったら、ここに分量を使い干しが入ります。で、香りが出たらここにブロッコリーが入りますね。塩が入ります。しらすが入ります。味付けに醤油はね、ほんのちょっとです。ここにナンプラーが少し入ります。で、それから一味唐辛子です。もうこれだけのね、簡単なソースなんだけど、これがまたとっても魚に合うんですね。まあ、こんな出来上がりですね。これで出来上がりです。で、今日は付け合わせに、タケノコのね、焼いたものを、タケノコはちょっと砂糖を振ります。タケノコはちょっとお砂糖を振って焼かないと焼き色はね、きれいにつきません。焼いていきます。
こがあのしっかり焼けたら、まあ、これからあのひっくり返します。もう身はね結構温まってるからね、うん、あまりあまり焼かないようにでカットしておきますね。焼きすぎるとやっぱりせっかく鮮度のいいねサーレが美味しくなくなってる。で最後にごま油ちょっと入れます。香りづけにね。いかがでしたか。何しろね、鮮度のいいサワラだったら中をねちょっとやっぱりレア気味に焼くんですね。そうすると本当にこうなんかそのサワラのうまさと感じるんです。まあ、当然、まあ、鮮度いかんとね、まあ、しっかり焼きますけど、ただあのね皮をね本当にしっかり焼いても身はねあまり焼いちゃいけないんですね。大体私たちはあの魚のポワレというと、皮目をね大体13分か14分焼いて、身は15秒とか、まあ、20秒とかね、まあ、そのぐらいでこう、まあ、やると皮はパリッとして身がふわっとこすんですね。ただ身の厚さとか、まあ、状態によってね、まあ、ちょっと変わりますけど、まあ、基本的に皮はしっかり焼いても身はあまり焼かないというね。で鮮度のいい時はねやっぱりちょっと中ギリギリぐらい少しこうもうレアまでいかないけど本当ミディアムレアぐらいかなっていうのは結構美味しいですね。そんなことを気をつけて、頑張って作ってみてください。結構ねこのブロッコリーソース美味しいです。今日もありがとうございました。